マテリアルズ愛。電気自動車の走行距離を飛躍的に伸ばす電池として世界がしのぎを削るのが全固体電池です。電解液を使わず内部は全て固体で、貯める電気の量を格段に大きくできますが、ニムスではさらに性能アップをさせる研究が進んでいます。その鍵はシリコン。主流の全固体電池は負極に黒鉛が使われていますが、これをシリコンに置き換えると容量を10倍以上に向上させることができます。ただしシリコン電極の製造はコストが高く、しかも電極が激しく膨張するため実現は困難を極めています。しかし激しく膨張するシリコンの性質を逆手に捉え、斬新な方法で安価にシリコン電極を実用化する道をNIMSは発見しました。この逆転の発想及び全固体電池の飛躍的性能アップの詳細に迫ります。全固体電池は現在主流のリチウムイオン電池と比べ安全性が高く、急速充電が可能という2つのメリットがあります。さらにNIMSは2014年、全固体電池の負極を炭素からシリコンに置き換えることに世界で初めて成功、容量を飛躍的に向上させられることを示し衝撃を与えました。シリコンで大幅容量アップする理由を見てみます。シリコン粒子に電気を運ぶリチウムを与えると、リチウムを吸収し膨らんでいきます。シリコンは大量のリチウムを保持できるため電池の容量が大きくなるんです。しかし課題も残っています。電極を作るにはシリコンを数マイクロメートルという非常に薄い膜に成形しなくてはなりません。これにはプラズマを発生させる真空の大型装置を30時間動かし続ける必要があり、コストが高くなる上に大きな膜は作成できません。この課題を一気に解決したのが太田成美です。シリコンを蒸着させる代わりにシリコンの粉をくっつける方法です。シリコンの粉末を電解質と混ぜます。これが負極となります。これを電解質の上にかぶせます。炭素を使った従来の全固体電池と同じ作り方です。拡大してみるとシリコンの粒がきれいに並んでいます。しかし充電すると亀裂が入ってしまっています。こうなった電極は電気が通りにくくなり使えません。なぜ亀裂が入るのか。原因はシリコンの膨張です。大量のリチウムを貯められる一方でシリコンは体積が3倍以上も膨れ上がります。混ぜておいた電解質は膨らまず、シリコンだけが膨張するため境目に亀裂が入り、電極の構造が壊れてしまっていたんです。体積変化が異なるから亀裂が入る。太田は電極には電解質を混ぜるという常識を捨て、シリコンの粉だけを敷き詰めた電極を試しました。電気は流れにくい状態です。電極を拡大してみるとシリコンの粉同士の間に隙間があり、電解質なしでは電気が流れにくいと考えられました。シリコンの粉を使うことで安価に作る方法は行き詰まったかに見えました。しかし太田はこの写真に大きなヒントを見つけました。シリコンの粉だけを敷き詰めた電極の一部に隙間が埋まって粉同士が融合した部分を発見したんです。充電でシリコンが膨張することで隣同士の粉が結合したんではないか。太田はこう考え、膨張を逆手にとって均一な膜を粉から自動的に作れないか模索し始めました。粉の大きさや均一に粉を並べる方法などシリコンの粉同士が融合しやすい方法を模索しました。そしてたどり着いたのがスプレーで塗る方法でした。直径50ナノメートルの粉をエタノールに混ぜてスプレーします。安価にできたシリコン電極がこちらです。
できたシリコン電極を電解質の上に載せます。この全固体電池を10回充放電して電極を観察すると、見事に融合した綺麗な薄膜ができています。充放電前の細かい粒子がくっつき膜を形成している様子がよくわかります。エネルギー密度を測ってみると、プラズマによって作った高価な薄膜と同等の性能を発揮していました。大量のリチウムを吸収し膨張してしまう欠点を見事に利用して簡単に薄膜を作る。この方法は電池業界に大きなインパクトを与え、全固体電池の容量アップに向けた開発が進んでいます。面白い現象を見つけても、それを性能につなげられないと我々それを使うことができないので、前にやってた膜での研究とかとそのリンクさせながら、やっぱこうなるはずだと思って、それに置き換えた時にうまくいったっていうのが、成果につながったので、NIMSはより優れた全固体電池の開発に挑んでいきます。